人間は本来日光を浴びて目を覚ます生き物です。朝の光が目に当たると朝だよという信号が体に伝わり、自然に目が覚めます。大音量の目覚まし時計が苦手な方でも朝から快適で気持ちいい一日を迎えられることができます。本番いきます。よーい、カイロ系、オト系、リアクション系、よー、さあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こんな方におすすめです。はい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 、目覚まし時計のアラーム音だけではもう起きれません。耳が慣れて全然アラーム聞こえなくなりました。はい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 、同室の家族を極力起こさないように忍者のようにさっと自分だけ起きたいです。はい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 、目覚まし時計の音が不快です。はいはいはい、そもそも耳が不自由です。はい、というわけでですね、通常の目覚まし時計はアラーム音で起きるかと思いますが、今回の目覚まし時計は音機能もありますが、さらに LED ライトという明かりで起きることができるんです。太陽の光を部屋に持ち込む父ロバから出されております。 LED 光目覚まし時計 FZ05K 紹介します。はいはい、というわけで今回ですね、商品提供させていただきました。早速開けていきたいと思います。 AC アダプターと USB 端子と本体につける電源コード、あとは全て日本語で書かれた説明書、操作方法なんかも分かりやすく書かれております。サイズ感としてはパッと見大きい印象を受けます。表面と裏面ですね、シーリングライトのような素材が使われております。上を見るとここは詳しく見ますが、何個かボタンがついております。下には滑り止めがついております。そしてこちら電池が入っております。本体の電源の電池ではなく、時刻などをですね記憶するため用の電池です。そしてこちらに3つボタンがついておりまして、先ほどのこちらに差し込んで使います。飛び出しているものは何かと言いますと FM ラジオのケーブルとなっております。一つ目、明かりパートについて、二つ目、音パートについて、三つ目、実際に操作方法を見ていきます。順番に紹介していきたいと思います。では、一つ目、明かりパートについて、電源を入れていきたいと思います。本体のこちらにつけます。このコードに関しては、付属品となるこちらにセットして、コンセントに差し込みます。USB になっておりますので、こういうモバイバルアダプターですとかも使うことができます。はい、つきました。で、この時間なんですけども、12時間と24時間、どちらでも切り替えることができます。では、早速、明かりについて見ていきます。まず、そもそも、人は明かりで起きられるのか。人間は、光を浴びると、体内時計がリセットされて、朝もすっきり起きられるようになり、夜はぐっすり眠られるようになると言われております。最大光量は270ルクス。なんと、部屋の明るさの20倍の光ですっきり起こしてくれます。そしてなんと明るさ調整20段階もできちゃいます。すごいな。監督が特にこれはすごいと思ったのは日の出シミュレーションライト。なんとこちらがセットしたアラーム時刻30分前から徐々に明るくなり始め、アラーム時刻になる時に明かりが最高輝度になります。またその他にカラーライトモード、幻想的なライトモードで部屋の雰囲気を作ることができます。イルミネーションライト、このイルミネーションライトはこんな感じ、一気に部屋の雰囲気が変わり、部屋に癒し空間を作ることができます。はい、あとこの20段階使えるというわけで、自宅の寝室の近くに置いてあるベッドライトを持ってる方、この光、最初から光が固定されていて明るすぎるとか暗すぎるとかある方、こちらなんと20段階も使えますので、ほぼほぼ自分好みの明るさに設定することができるのもめちゃくちゃいいポイントかと思います。普段使い、読書と乗屋とベッドサイドランプなど様々な用途に使える万能タイプとなっております。このアラームのライトの明るさですね、今15ちょっと下げます。はい、4、明るさ4、最大にすると明るさ20、これくらいです。はい、これくらいの明るさ、これが最大の20ですね。で、下げていきます。はい、1、これが明るさ1です。続きまして、二つ目、音パートについて、こちらもなんと20段階まで音量を上げ下げすることができます。ここは大きい大音量のアラームで起きたい、優しく目覚めたいというどちらの要望も受け答えてくれます。ちなみにこのアラームなんですけども、通常のアラーム音の他に、こちらはですね、小鳥のさえずり。次。電話のベル。これは嫌だね。これで起きたくないね。はい。次。いいですね。チュンチュン声にピアノ曲。次。
7種類の自然音と PP 音から自分好みのアラームに設定することができます。また同じに二度寝防止のスヌーズ機能、こちらもついております。アラームを一旦止めてからですね、9分後にまた鳴ります。ちょっと一旦9分欲しいですっていう時はこのボタンを押すことによって、次ですね9分後にまたアラームが鳴る仕様に変わります。ダブルアラーム、こちらはその名の通り設定を例えば6時と7時、こういった2つをですね同時に設定することができます。3つ目、操作について。冒頭で見た通りですね、簡単に操作を紹介していきたいと思います。ちょっと明かりを下げてみましたがいかがでしょうか。はい、まずは時刻の設定。今現在ですね、こちら時計が狂っております。現在ですね8時38分ですので、この本体のですね裏側にありますこの真ん中3つありますので、時刻設定マークがありますので長押しします。そうするとこちらジュンク出てきますので、こちらこうやって変えることができます。めちゃくちゃ明るい、下げる下げる、はい、ゼロ、はい、明るさは3段階あります。続いて一番使うアラーム設定、本体の裏面を見ますとアラーム1、アラーム2となります。で、長押しをします。はい、そうしますとこれで時間が出てきますので、プラスマイナスでお好みの時間を合わせることができます。おお、明るい明るい、めっちゃ明るい。これが最大60、明るさいいよこれ。音なし、ライトのみにもできますし、アラームを設定することができます。またラジオアラームというものも使うことができます。で、こちらですねアラームの音量ですね、まあ音量的に10ぐらいがベストかなと思います。で、次アラームが鳴る前に何分光を点灯するかというものですね。オフが点灯しないで1時間前から点灯させるのか、短くて10分前から設定することができます。で、見てみますとこちら、これは1と2今両方とも設定されている状態となっております。一応設定したはいいけども、明日はちょっとアラーム消したいなと思うときは1と2と書かれておりますので、1を押しますと、はい、1が消えます。ディスプレイについておりましたらアラームが鳴りますという設定となります。はい、ではカラーライトを見ていきたいと思います。このライトなんですけども、全12種類からお好みの色を選ぶことができます。1番、2番、3番、4番、5番、6番、2から6がカラーモード。そして、この後ですね、7から12が幻想モードとなっております。では、早速いきたいと思います。7、幻想モード、8。おー。と画面上だと伝わりづらいかな、これ。なんかすごいね、虹色になってんですよ。9、10、11、12。ああ、いいですね。ああ、これいいかも。で、この1番が、日の出の光のような暖かい明るさとなっております。そして7から12が自動グラデーション。カメラだとちょっと分かりづらいかと思うんですけども、肉眼で見るとかなりなんでしょう。いい感じに虹色に見えますね。青っぽく見えるんですけども、すごいね、グラデーションがあっていいんですよ、今。ちょっと表現しづらいかな、このカメラだと。で、この真ん中のボタンを押すことで、カラーの色を順番にこうやって切り替えることができます。で、この左右ですね、このプラスマイナスを上げて、この数字が変わることによって、この明るさの度合いというものが変わってまいります。続きまして、ラジオ。この3つあるボタンのこちらです。簡単に、こちら。音もいいですね。ラジオについては 0.1Hz から刻みで微調整することができます。細かく動かすことができますが、ここ長押しすることによって自動でチューニングしてくれます。ラジオの音量なんですけども、音量マークがついておりますので、音量を切り替えることができます。はい、いかがだったでしょうか。白場から出されております LED 光る目覚まし時計、本体の詳細に関しては Amazon のサイトをですね概要欄に載せておりますので、ぜひ興味がある方はご覧ください。ぜひとも太陽の光を部屋に持ち込んでみてはいかがでしょうか。このカントクラボでは監督がこれはすごいとか、これは共有したいなとかね、そういったものを中心に紹介しているチャンネルとなっております。興味がある方はですね、ジャンル別に商品出しておりますので、チャンネル登録をして他の動画もご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。はい、動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回メーカー様より Amazon にてこちらの製品を 20% オフで購入できるクーポンコードをいただきました。プロモーションコードは監督 KANNTOKU 監督です。使用期間は2023年8月29日から9月30日まで。気になった方はぜひこの機会朝日をお部屋に取り込んでみてはいかがでしょうか。実際に見ていただきました動画の2倍以上は綺麗に見ますので、ぜひこの機会に体感してみてください。監督でした。大容量の大音量の実際にそう
バッ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 バ